文化演劇の街として多くの人が日々集う世田谷区の下北沢、今駅周辺では小田急線の地下化に伴い地上の跡地利用についての検討が進められています。今日は区と小田急が会見し計画案が発表されました。区と共同してですね、いい街づくりをしたいと。小田急線地下化に伴う地上の跡地をどう利用するのか。再開発の対象となるのは下北沢を中心としたおよそ 2.2 キロです。世田谷区と小田急は区間を下北スタイルとし、街の雰囲気を壊さないよう3つのコンセプトに分けました。クリエイティブな事業者が多い東北沢駅周辺を文化発信ゾーン、下北沢駅周辺をショッピングゾーン、世田谷代田駅周辺を住宅なども兼ね備えたライフ発信ゾーンとしています。下北沢駅南口から伸びる線路沿い跡地に来ています。商業施設や緑地はこうした跡地の空いたスペースを利用して作られるということです。昔踏切があったこの場所は将来緑地になる予定です。区は東日本大震災後緑地を増やし防災拠点にしたいと計画変更を提案しました。こちらの方にも住宅が密集しているので、万が一の地震や火災の際に心配だという声が多数あります。ですから防災のための倉庫だとか、防火水槽ですね、そういうものについてはできるだけ配置をさせていただきたいということで。着工は鉄道の立体交差工事などが終わる2018年度以降を予定しています。